皆さん、こちらの光り輝くろうそくの炎、何が燃えているのかご存知ですか？ろうが燃えているんでしょう。この炎はろうに含まれている炭素と水素が燃えているんです。今日はそんな水素の燃焼にまつわる面白い現象をお見せしましょう。こちらに水素の入った袋があります。まず水素だけでシャボン玉を膨らませます。これに火を近づけると水素が燃えましたね。今度はこちらの袋、これは水素に空気が混ざっています。これを使ってシャボン玉を膨らませます。これに火を近づけると激しく反応した。このように水素は空気と混ざることで激しく燃えるのです。ではこの水素の性質を使ってさらにびっくりする実験をお見せしましょう。透明な筒に蓋がしてあります。上下の蓋には穴が開いています。まずこの中に水を入れます。水が満タンになったら上の穴に栓をして下の穴から水素を入れます。水の中で注入作業を行うことで筒の中の水が抜けて水素に入れ替わります。では取り出した筒を立てて穴に火を近づけます。穴から出た水素に火がつきました。水素の炎は見えにくいんですが穴の周りに塩を撒いてその炎色反応で炎を見やすくしてあります。この後何が起こるのか見ていてください。びっくりした。火がついてからかなり遅れて反応が起こりましたよね。なぜこのような現象が起こるのか。上の穴から浮き出している水素が燃えると実は下の穴から空気が入ってきます。吹き出る水素がだんだん減り最後は筒の中で空気と混ざった水素に引火して一気に燃えたわけです。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピーエネ。